こんにちは、みなみです。今日ですね、あと30分で引っ越しです。で、私の荷物もこのスーツケースとこのリュックのみ、全車輪って言われてる8割断捨離をしました。なので、もう大物家具とかないですね。もう空っぽです。で、もうこのスーツケースの中にもちょっと、あら、洋服とかね、3枚ぐらいしかないし、あと化粧品と本がめちゃめちゃあったんですよ。読んでない本がめちゃめちゃあって、でもどうしてもこれ読みたいなって、まあいつ読むのか分かんないけど、どうしても読みたいなって思った本が10冊ぐらいと、あとなんだろうな、なんか靴、ランニングシューズとかランニングウェアとか入ってて、なんか知んないけど、もうこれいっぱいですね。いっぱい、これと、もうこれだけの荷物になりました。これはですね、もう私の旅の相棒になるので、ちょっとリモアで迎え入れてきたお気に入りのスーツケースです。なんでこれにしたかっていうと、これを旅で疲れた時にこうして、こうすると、ベンチになるよって言われて、もうこれもお気に入りで買ってきました。これからですね、私はいろんなところを転々としたり、3月からは沖縄に行ったりとかするので、まあ、しばらくもうこれが相棒でリュックしょってやっていきたいと思います。ちょっと記念に部屋取っとこうかな。めちゃめちゃ狭い 1K のマンションに住んでました。こんな感じ、もうなんもないです。もうなんもない。お風呂も洗面台も何もない。こっちも冷蔵庫があったとこと、キッチンも、玄関、トイレ、もう何もないです何もないです。今日のね、午前中に、あ、昨日だ、昨日の午前中に、粗大ごみを持ってきてもらっ、あ、持って行ってもらって、で、あそこの粗大ごみの、リサイクルショップのお兄さんめっちゃいい人だったんですけど、そうそう、東京の人たち、そこ行ったらいいと思うもうめっちゃいい人でした。いろんなものに値段つけて持ってってくれました。脱毛器とか、それもね、粗大ごみ私引き取りしてもらおうと思ってたんですよ、最初で。冷蔵庫と洗濯機で7500円って言われたのが、リサイクルショップオープンしたっていうチラシが急に入ってきて、おとといで、そこ電話したら逆に8000円ぐらいお金戻ってきたっていう。で、今日の朝は、感謝の気持ちを込めて床拭いたりとか窓拭いたりとか、壁拭いたりとか、もうありがとうございましたっていう感じでお掃除ずっとしてたんですけど、そしたらもう今もうげんなり疲れた疲れました。で、断捨離、なんで断捨離したかっていうと、もう身軽になりたかったっていうね感じです。なんか断捨離の効果っていろいろあると思うんですけど、物にエネルギーというか気を取られていることがあるみたいで、その過去のものとか、例えばなんか、昔のね、ちょっと思い出したくない思い出の品とか、そういうのがあると気づかないうちにこの脳がこういろいろこういろいろこうやってるんですって。やってる、何をみたいな、なんかこういろいろ自分の無意識のところで
こう情報処理したりとかしてて、なんかね効率悪いんですって。うん、で断捨離するとやっぱりこうすっきりするので、いろいろね思考もクリアになったりとか、余計なこと考えなかったりとか、余計なことに気を取られなかったりとか、うん、すごいねいい効果がたくさんあるみたいです。ごめんなさい詳しくないです。この先ね、このスーツケースとリュックでいろんなとこ行けたらいいかなって思ってます。うん、いろいろ行ったことないとこ行きたいし、こうそうですね、いろんな経験がしたいっていう、ちょっと不安もあるけど8割ワクワクしてます。で、そのいろいろを YouTube にも載せていきたいと思います。また動画撮るので見てください。バイバーイ。